ジャン・クリストフ、ロマン・ロラン。前回の続きからです。そして彼を抱擁してやり、優しい言葉をかけてやった。彼は落ち着いてくるようだった。けれど彼女がそばを離れようとすると、彼はすぐにまた咳を始めた。彼女は震えながら彼の陣頭についていなければならなかった。彼は彼女が着物を着に立ち去ることさえ許さなかったし、彼女に手を握っていてもらいたがった。そして寝入るまで彼女を少しも離さなかった。彼が寝入ってから彼女は凍え怯え疲れ果てて床に入った。そして再び自分の夢想を呼び出すことはできなかった。この子供は母親の考えを読み取ることに不思議な能力を備えていた。同じ血を分けた人々の間にはそういう本能的な才能がしばしば、しかしこれほどの程度のは珍しいが、見出されるものである。相手の考えていることを知るためにはほとんどその顔を見るにも及ばない。目にも止まらぬ多くの兆候で推察してしまう。共同の生活によって強められるそういう天性は、リオネロのうちでは常に働いている悪意のために一層鋭くなっていた。人を損ないたい願望から来る明敏さを彼は持っていた。彼はクリストフを嫌っていた。なぜだったろうか。一体子供は何故に自分に何も悪いことをしない者をも毛嫌いするのか。それは偶然なことが多い。ふとある人を嫌っていると思い始めただけで、それが習慣となってくる。人から言われればますます強情になってゆく。はじめ嫌っている風をしているうちに、ついには本当に嫌うようになる。しかしまたある場合には、子供の精神の及ばない一層深い理由が損することもある。子供はそれを気づきにしない。ペレニー伯爵の息子は、初めてクリストフに会った時から、母が愛したことのあるその男に対して敵意を感じた。グラチアがクリストフと結婚しようと思い始めたちょうどその時から、彼は明確な本能の直覚力を得てきたかのようだった。それ以来彼は絶えず二人を監視していた。クリストフがやってくる時には、いつも二人の間にいて、客間を去りたがらなかった。あるいは二人が一緒にいる部屋へ突然侵入するように振る舞った。それのみならず、母が一人きりでいて、クリストフのことを考えている時には、そのそばに座って様子を伺っていた。彼女はその目つきに当惑して、顔をあからめることさえあった。そして自分の心乱れを隠すために立ち上がるのだった。彼は母の前で、クリストフの悪口を言うのを面白がった。彼女は黙るようにと願った。彼はしつこく言い続けた。もし彼女から罰せられようとすると、病気になりかかって脅かした。それは彼が幼少な時から用いて成功している策略だった。ごく幼い頃、彼はある時叱られて、その一種返しにふと思いついて、ひどい感冒にかかるため、着物を脱いで、真っ裸のまま床の上に寝たことがあった。ある時、クリストフがグラチアの祝い日のために、自ら作った楽曲を持ってくると、子供はその楽譜を奪い取ってなくしてしまった。その引き裂かれた紙片がある木箱の中から出てきた。
グラチアは我慢しかねて彼を厳しく叱った。すると彼は泣き叫び、血だんだ踏み、転がり回った。そして神経の発作を起こした。グラチアは狼狽して、彼を抱擁し、懇願し、何でも望み通りにしてやると約束した。その日から彼は主人公となった。なぜなら自分が主人公であることを知ったから。そして成功し続ける武器の力をしばしば借りた。彼の発作がどの程度まで自然であるか、もしくは偽りであるかは全くわからなかった。彼は自分の気に入らない時に、異種返しとしてその武器を使うばかりでなく、母とクリストフが一緒に一晩過ごすつもりでいるような時、単なる意地悪からそれを使った。そればかりでなく退屈なために、ふざけるために、またどこまで自分の力が及ぶかを試すために、その危険な遊戯をやるようになった。彼は奇怪な神経症状を工夫し出すのに、この上もなく巧みだった。あるいは食事の最中に痙攣的な身震いを起こして、コップをひっくり返したり、皿を壊したりした。あるいは階段を上がっているうちに、片手が手すりにくっついて離れなかった。指が引きつってしまっていた。もうそれを開くことができないと言い張った。あるいはまた、脇腹がキリキリ痛むと言った。声を立てながら転げ回った。あるいは息が詰まってしまった。もとよりしまいには本当の神経の病気になった。しかし苦しみがいのないことではなかった。クリストフとグラチアとはのぼせ上がってしまった。彼らの会合の塀は、楽しみにしている静かな談話や読書や音楽、すべてそのささやかな幸福は、それ以来かき乱されてしまった。それでもまれには、この小さな悪者も、二人に多少の猶予を与えることがあった。自分の役割に、海疲れるせいか、子供心にとらわれて、他のことを考えるせいかだったろう。彼はもう自分の方が勝利だと確信していた。するとすぐさま二人はその気に乗じた。そういうふうに盗み得た時間は、それを最後まで楽しめるかどうかわからなかっただけに、二人にとっては一層貴重なものだった。二人はいかに接近し合っている心地がしたことだろう。どうして二人はいつもそういうふうにしていることができなかったのだろう。ある日、グラチア自らその遺憾の念を打ち明けた。クリストフは彼女の手を取った。そうですね。どうしてでしょうか。と彼は尋ねた。あなたにはよくわかっているじゃありませんか。と彼女は悲痛な微笑を浮かべていった。クリストフはそれを知っていた。彼女が二人の幸福を息子の犠牲にしていることを知っていた。彼女はリオネロの欺瞞に欺かれてはいないが、それでもやはりリオネロを傷害しているということを知っていた。そういう家庭的情愛の盲目な利己心を彼は知っていた。その情愛のために一家のうちで最も優れた人々は邪悪なあるいは凡庸な血縁の者のために献身の善良を使い果たしてしまい、従ってその献身を送るに最もふさわしく、彼らが最も愛してはいるが、しかし彼らと同じ血統でない人々に向かってはもはや与うべきものが何も残らないのである。